バッサーはあれですか、完全に破局したんですね、女性自身。本田さんは、現在、10月クールの放送予定の主演ドラマ君の花になる撮影に挑んだ、火曜10時、ね、もうじゃあやってるんですね。人気女優の本田さんですが、意外にもプライム帯の単独主演は今回が初めてでしょうね。そうだと思いますよ、見たことないです。ロケでは相当気合が入ってるように見えましたねと。6月には出演した映画鋼の錬金術師が公開。あ、そうなんだ。で、あれか、 CM ランキングは1位なんですね。で、近頃一段と仕事に邁進したような理由があると芸能関係者が言う。昨年6月に交際報道があった年下の研修医とは数ヶ月前に別れたと聞いています。なんか別れたって話はね、前も出てましたよね。女優業の大変さを分かってくれて、一時期は結婚も考えていただけにかなり落ち込んでいたそうです。あ、そうなんだ。20年の夏に本田さんが急性虫垂炎、これ盲腸ですよね、急性虫垂炎はね。あ、このままね、中居君もなりましたよね。で、その方が勤務する病院に入院した際に2人は距離を縮めたそうです。研修医の方が本田さんのファンで、趣味がゲームで一致していたようです。あ、そっかそっか。本田翼さんはね、バッサはゲーム実況やってるぐらいゲーム好きなんですよね。本田さんは同居していたものの、お互いに研修ですれ違いが生じつつ、お互いに多忙ですれ違ってしまったと。芸能人であるのは本田さんはもちろん、研修医も激勤務ですから、今は時間的に余裕がなくて、女優業により専念しやすい状況にあるのでしょう。2017年の踊るさんま御殿の出演の時には、司会の明石家さんまに結婚の夢はあるのと聞かれ、本田翼はありますよと即答。さらに子供を30歳に前に産みたいなという気持ちがあると、第一子をと語ってた。あ、今もう30になったんですね、バッサーはね。なるほど。2022年のインタビューでは、最近モテたい気分かもと発言していた。彼女を知るテレビ関係者は語る。最近も結婚願望を吐露していまして、去年の夏のテレビ番組で、仕事を辞めて家庭に入ってほしいと言われたらと質問に、無理、絶対無理と答えていました。その理由は、仕事の楽しさを知ってしまってるし、誰かに世話になりっぱなしっていうのはちょっと私はできないねっていう状態と説明。あ、これはあれですかね、中井くんの番組ですかね、もうあれも終わっちゃいましたね。彼女も本心では分かっていると思いますが、彼女の仕事への理解を示してくれやすい同業者が最適なのでしょう、ないでしょうか。他の業種でも彼女への仕事のスタイルに合わせられる人が結婚相手に向いているのではと。 YouTuber としても活躍する本田、新たな出会いはどこにあるのか。女優さんと結婚するのは大変そうですけどね、かなり一般がどうなのかっていうあれは分からないですけど、まあ、相当違うでしょうね。なんかユーモリンとかもね、2回も離婚してるじゃないですか。で、3回目はあるのかなって言われてますけど、さすがに2回離婚するとね、あの若さで2回離婚してると、しかも妊娠中でしょってなると、もう全て男性だけが悪いって感じには僕には思えないですよね。やっぱり何かしらね、一般の人、1人目、ユーコリンは1人目はヘアメイクでしょ、で2人目は歯医者さん、お医者さんかなんかでしょ。どうなんですかねと思いますよね。やっぱり大変なのかなって思いますよ。芸能人の女性と結婚していく、結婚して暮らしていく、一緒に生活していくってなると、付き合っていくでも何でもいいやなると、なかなかちょっとずれてるところがあるのかなとか思ったりすると、やっぱり同業者同士、もしくはスタッフさんとかテレビ局の人とか局の人とか業界の人ですかね、の方が理解してくれるのかなと思ったりね、しますけどね。付き合って結婚まで行くっていうのは、僕もまあ結婚してるからね、思いますけど、ある程度自己犠牲が必要ですからね。自分がやりたいことだけやってたら共同生活は無理なので、ちょっとやっぱりね、お互いにね、多少は我慢し合って、譲れるところは譲り合わないと結婚で生活していくって難しいじゃないですか。それがどこまでできるか、で、それができる人と巡り合えるかっていうようなところが大事なんじゃないかな、なんて僕は勝手に思ったりしますけどね。まあ、そんな感じです。